7月の九州北部豪雨で被災した福岡県朝倉市の園芸場、久我園芸で水没したガーデンシクラメンが見事に花を咲かせている。一時は全滅も危惧されたが、ボランティアらの協力で出荷することができ、復興のシンボルとなっている。豪雨災害で近くの川が氾濫。ビニールハウスや事務所などが水没し、植物の苗などに大きな被害が出た。今年は受注した約6000鉢を育てていたが、豪雨で一晩水没して泥をかぶり、一部は流出した。災害ボランティアの協力を得て、洗浄、消毒し、半分の3000鉢を育てることができた。今月から順次出荷を始め、12月上旬には作業を終える予定だ。久我正樹社長、46、は、残った花が奇跡的に育ってくれた。形、大きさは不揃いだが、私たちに復興の希望を与えてくれた、と喜んでいる。田中克美。